タトラ・シェパード・ドッグタトラ・シェパード・ドッグとは、ポーランドのタトラ山脈原産の森地区犬種である。別名はタトラ・マウンテン・ドッグ、オフチャレクタ・トシャンスキー。単にタトラとも呼ばれている。グレート、ピレニーズなどとは、親戚関係がある犬種である。14世紀にはすでに犬種として存在していた。ルーツは、ハンガリーのクーバースで、イタリアのマレンマ・シープ・ドッグの血も入っているのでは。 ないかとする説もある。親戚種と同じく、タトラも羊の群れを家畜泥棒から守るのに使われた。あらゆる天候下でも活動することができ、夜間も優秀に見張りを行っていた。ホワイトのコートのため、夜間でも部外者との区別がつけやすいという利点も持っている。また、第二の用途として、夏になると羊と一緒にコートを刈られて、その毛を織物に使って、 セーターなどの衣類を作るのにも役立っていた。原産地では作業犬として非常に重宝されていたため、二度の世界大戦中も大切に保護され、頭数が大幅に減少することはなかった。不死への公認後、本種の性格と外見の良さが注目され、広い地域に輸出が行われた。現在は森地区犬としてだけでなく、ペットや警察犬 盲導犬などとしても使われるそかな人気を得ている。他の親戚種に比べると体重は重く、コートは非常に厚くて密接している。このコートには雨風や雪、寒さなどをしのぐことができるという利点があるが、その一方で体感性が非常に高いため熱がこもりやすく、暑さには弱い。毛色はホワイトのみ、がっしりとした体格で力が強く、垂れ耳、ふさふさした垂れを。 体高はオス65から7 0ンチメートル、メス60から6 5トルで、体重は死ゆともに45から6 9ラムの大型犬。性格は穏やかで、従順、有効的である。状況判断力と学習力に富み、しつけの飲み込みが早い。他の犬や子供に対しても仲良く接することができる。 思わぬ事故を防ぐために静止が効くような訓練を行う必要はあるが、通常すぐに理解して学習してくれるためあまり訓練に時間はかからないとされる。運動量は多めである。ありがとうございます。